はい、こんにちは。今回ですね、エターナルツリーというクローズドベータテストのゲームがねできるということで、まあできるというかね、応募してみたんですよ。そしたらね、当選したということなんですね。で、ダウンロード済みましてやっていこうと思うんですけども、まずねキャラを選ぶというところですね。まあどこでいこうかな。名前を入力してください。また挙手ね、いこうと思うんですよね。いけるんかな？いけた？大丈夫か。どうも聖書っぽいですよね。やっぱり私がいないとダメよね。ここまでの積み重ね見せてあげる。ちゃっちゃと片付けよう。ここまでの積み重ね見せてあげる。私が直してあげます。ねえ杜氏、こんな自己紹介でどう？次はもっと可愛い感じにしてみようかな。私にあり安心してがっつり任せて。はい、ということでね、ライブストーリー進めていったんですけども、ここで一旦ね、ホームに戻ってきました。でね、クローズドベータテスト、開始ということで、29日までね、やっているんですよね。随分長かったですけど、なんかこのまま小説みたいな感じで進んでいくんかなと思ったんですけどもね。なんとか、ホームに戻ってきたという感じですね。途中でね、ありましたけど、育成とか、編成とかね、ありますけども、こういうのをしながら仲間を強化したり、増やしていったりするんでしょうね。見ていきたいのが、まずはシステムですかね。通知設定があったり、映像設定もありますね。サウンドは BGM ちょっと高めなんかな。ちょっと低くしようか。セリフはオンで、SPU もちょっと低めにしようか。バトルは、カメラ操作か、そうか。はい。今ね、やっていっているんですけども、ちょっといろんなボタンを押していこうとは思うんですよ。うらら、申請、フレンドがありますね。何名かね、やってる方もいらっしゃるようです。はい。ストーリーがありますね。メインストーリー、キャラクターストーリー、サイドストーリー、クロスストーリーというものがありますね。お金があったり、この星は何かな？ガチャかな？ガチャみたいな感じ？これはスタージェムがあったりしますね。これ画面です。左下のね、こう見ていきましょう。これは、メインストーリーか。なるほど。倉庫見ていきましょう。メールが届いていません。はい。今のところは、ストーリーを進めていく必要があるみたいですね。なるほど。一応、初心者クエストが光ってるので、見ていきますけど、でもこれもらえるのかな。これ取れました。これも取れます。受け取れる。取っていったと。最初はね、ストーリーを進めていく必要がどうもあるみたいですね。今 1-4 ということで、やっていき、ここやっていこうとは思うんですけども、ここ来る前にだいぶ時間かかりましたね。ストーリーも一応オートで進めることができて、戦闘もオートで進めることができるという感じになっていましたね。はい。始まりということで、これがね、クローズドベータテスト期間限定ですけども、やっていこうと思います。はい。以上でね、一旦ここで、終了したいと思います。さあ、どうもありがとうございました。